こんにちは。今日はうちにある食器などなど、カトラリーなどなどをご紹介していこうかなと思っています。で、結構大量にあるんですよ。で、先日ね、プリューイの方でストーンウェアウルフのジュリアが作った食器などもたくさんありますので、それも含めて、あと今度発売になります先日買い付けてきたピエドラのお皿も、去年までのものもうちにもたくさんあるので紹介していこうかなと思います。ではまずね、ジュリアのお皿、このね、大きいボール、もう一個あります。ちょっと待ってください。はい、プリューイとのコラボで作っていただきました。ここにプリューイマークが入っているんですけど、この大きいボールが1、2、3個、はい、あります。この3つは割と重まりずっしりめなんですけど、サラダを入れたりとか、みんなで取り分けて食べるみたいな感じで使うことが多いお皿たちです。次、毎日のように使ってるんですけど、このお皿は4枚ほどあります。だいたい1人1個あって、取り分ける大きいお皿があって、それに取っていくっていうお皿ですね。これはね、これすっごいよく使います。これもプレイのマークが入ってます。あとコップたちですね、これも全部ジュリアとのコラボに作ってもらったもので、後ろにブルーマークが入ってます。ブルーの食器ってあんまりないかなと思うんですけど、このブルーがすごく好きで、砂漠の土地を感じさせる、なんかメキシコの建築みたいな感じのコップなんだけど、大人っぽい色味ですね。これは2年ほど前から出てるものですね。一番最初にジュリアの食器を見つけたのが、アリゾナに買い付けに行った時に、ハブポイントっていうカフェがあって、そこに行った時にこのジュリアのマグカップを着て、それが可愛いと思って作るのをお願いして、でそれで作ってもらったのが一番最初のきっかけとなった。セコっていう名前でプリューイで売ってます。これもすごく使えます。日本食だと使うことが多いんじゃないかなと思う小皿ですね。何にでも入れられますね。お漬物だったりとか、お醤油だったりとか、塩とか、そういう調味料系とかも入れられます。はい、2色ありますね。次から紹介するものは全部石でできているので、難しいのは電子レンジですね。はい、電子レンジ、食洗機、かけてる食器たちです。で、今回このお皿結構ありました。これも小皿なんですけど、お醤油とかちょっと冷たい系のものでよく使うかな。お刺身食べる時のお醤油とかにいいんじゃないかなと思います。オーガニックな形で可愛いですよね。それでいうと、この辺ももっともっとオーガニックな形なんですけど、これもすごい可愛くて、もう完全に上の方とかキリッパな感じなんですよね。これもそうです。私たちが買い付け始めて初期の時のお皿なんですけど、ヨーグルトとかどうですかって私が紹介してたお皿ですね。この辺もそうです。フルーツとかを食べる時とかにも役立ってます。で、特にこの辺とかもフルーツを食べる時に役立つお皿かなと思います。ちょっと誰かが来た時とか、これにフルーツパーって切ったりして盛ると可愛いお皿です。あとこの辺の色味も可愛いですよね。今回ね、このブルーの色味もすごくたくさん買い付けてます。ピエドラ、フィエスタがある時はこのブルーのお皿は見かけるかなと思います。これの濃い色だったり、もうちょっと緑っぽい色だったり、透明感があったりなかったりっていう、その食器によって全然違うんですけど、すごく可愛い色味がたくさんあります。あとはもっとちっちゃい、これはジュエリー置いたりしても可愛いかなと思います。ジュスタっていうカフェがあるんですけど、そこの隣にジュスタグッズっていうヴィンテージだったりのものだったりとか、ゲストさんが作った陶器だったりとかが置いてるショップがあります。ちょうどいいお皿だなと思って、これね4つ買いました。あとはこれはね、どこで買ったかな、ネットで買ったんですけど、ジュリアにお願いしてるのがこれぐらいのご飯茶碗。アメリカでなかなかご飯の茶碗ってなくて、でもなんかちょっと可愛いのが欲しいなと思って今オーダーしております。それが来るまでの代わりのお茶碗として、でも結構可愛くてご飯を入れたりとかしてます。あとこれは旦那さんが買ってきました。日本からカメラマンの末さんが紹介してくれた陶器のゲストさんらしいです。はい、日本茶とかも合いそうですよね。でもかといってすごく和風じゃないので、ほっこりしすぎないのがすごく気に入っ
してます。では次はですね、ちょっとこちら側に寄りましょう。次はこの棚の中に入っているコップたちを紹介します。お客様が来た時用などに出すことが多かったり、あとはデザートの時に使ったりとか、これワイングラスなんですけど、一応でもこれとかはアイスクリームとかがすごく合う。これはなんだっけ、アスレティアじゃなくて、これなんだっけ、アスティアのコップです。これは旦那さんが僕が生まれる前ぐらいの時にフランスの出張に行った時に買ってきましたね。かわいいよね、この辺とか。これはヴィンテージの、ポップアップホームっていうところで私が買ってきたヴィンテージのコップ、かわいいよねこれね。あとね、あ、これはね、ロクっていう、 LOQ って書いてロクって読む、こっちのお店があるんですけど、靴屋さんなんですけど、そこで取り扱ってるコップたちですね。ネットでオーダーしました。あとこれはね、なぎちゃんにもらったんです。そう、なぎちゃんにもらったコップたちでしょ。これは薄張りですね、薄張り。これは結構怖くて、2個あったんですけど1個割れちゃったね。子供たちがいない時とかに使ってます。これ結構お客様が来た時に使うことが多いコップですね。うちの家をデザインしてくれた建築家の方がくれたコップです。こちらはソニアという夫の友人のアーティストの方で、ハリウッドの方にすごく可愛いショップがあるんですけど、陶器のジュエリーかなを作ってる方です。でその方が作ったコップです。なんかぜひそのお店も行ってみてもらいたいなって思う、本当に可愛いショップです。スピーターシャイヤー、直接アトリエに行って購入させてもらったんですけど、ピーターさんも旦那さんの知り合いで、そのつながりで直接行って購入させてもらいました。プルイのお店にもお客様が来たら出すようにピーターシャイヤーのコップは何個かあるんですけど、全部オリジナリティが溢れてて一点物で可愛いコップたちです。カトラリーを紹介します。この辺はルーっていう LUE って書く日本人のアーティストの方のものです。でこれ全部真鍮でできてるんですけど、まあ手入れもねちゃんと繊細にしなきゃいけないって感じなんですけど、フルーツとかあとデザートとかにすごく合うんですよね。そう、この形とかも可愛いですよね。でここがちょっとこうトン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 って打った感じになってて、それも可愛いです。でこれもサーブするときに使えるかなと思って買いました。これも同じルーというブランドのものになります。 PR の方にいただいた、これもフルーツピックスしたりするやつですね。可愛いですよね。メイデンのものになります。これもフルーツとかをこうやって取るときに使います。でうちでメインで使ってるのがこのフォークとスプーンとナイフは、もうこれを6セットあります。トータスっていうこっちの日本のものが売ってあるショップに置いてあったんですけど、このなんかちょっとポテッとした形が可愛くて切りやすいんですよね。なんか長すぎると結構くり切りにくかったりとか、大きすぎると食べにくかったりするんですけど、ちゃんとこう尖ってて可愛くて程よい丸みがあって可愛いなと思って買いました。これはサーブするときに使うものです。で今実はこのカトラリーバージョン、ちっちゃいバージョンも今頼んでて、可愛いんですよ。ここのね、繊細な仕事がイザベルラムっていうものになります。ずっと何買おうって悩んでた時に、ずっとこの私はイザベルラムさんのそのカトラリーセットを探してたんですけど、なかなかなくて、どうしようかなと思ってた時にトータスっていうショップに行って見つけたのがこれでした。これとあとルーでしたね。すごい可愛かったので、こっちもお気に入りだし、気分によって使い分けようかなと思ってます。からまだちょっと紹介してないものがありました。ストーンウェアウルフの今回買い付けてきたものの中で一点物たちもうちに購入することになったものたちです。青いお皿は初めてなんですけど、でも一回使ってみたらすっごい可愛かったです。ではフルーツを入れるように、あとすごくすごく特別感のある一点物の花瓶ですね。これもお家で飾りたいと思います。ということで結構バーッと紹介したんですけど、うちのカトラリーとお皿などなどはこんな感じになってます。今度ね、あの鍋とかも全部含めてこうキッチンで使ってるものをいろいろ紹介できたらなと思ってます。取り急ぎお皿たちでした。ではご視聴いただきありがとうございました。